稲朝日座は長野県稲市にある映画館。稲朝日座一と稲朝日座二の2スクリーンからなる。運営は有限会社、田畑映画。現在の観客層は、年配客一辺倒ではなく、中高生や子供連れの母親なども多い。稲朝日座一は1913年春光の木造建築であり、今日では全国でも希少な木造映画館である。 352席の朝日座1には1階席と2階席があり、長野県最大級の10メートル3.5メートルのスクリーンを持つ。芝居小屋時代を彷彿とさせる広い舞台があり、その下にはひっそりと周り舞台が残されている。1階席に加えて2階席も存在し、芝居小屋時代の2階席はこの字型だった。 現在の座席数は352席であるが、芝居小屋時代は400人以上を収容できた。稲朝日座1の前にある空き地は、陶器になると天竜川から水を引いて、スケート場となった。ロビーの床面は、昔のまま耐える式であり、ロビー中央には、売店がある。芝居小屋、時代稲朝日座の前身は、明治時代に開業した芝居小屋である。現在の運営元でもある。 田畑映画有限会社初代社長の田畑公が朝日座を開館させた。芝居小屋時代は畳敷きであり、二階席はこの地型に席が配置されていた。四百席以上を有して稲最大のホールだったことから実演や歌謡ショーなども行っていた。1913年には上稲群稲町に現在の建物が完成。大正時代から昭和初期には演劇が 主体ながら実演や歌謡ショーなども行い、さらに年後から6本の映画を上映していた。1924年頃には火災で建物が消失した。1940年には稲町民が驚くほど高い2000円という賃貸料で契約したが、小畜の新女性問答を1日3公演したところ3日間で2000円以上を稼ぎ出したり、 女相撲に1回2000人の観客が集まって入場制限をかけるなど工業的に大きな成功を収めた。稲朝座と建物前の通り第二次世界大戦後には映画の専門劇場に転換し桟敷席や花道を取り壊して6人が家のベンチ席を設置した。昭和20年代後半には1日の観客数が1000人を超えて 扉が閉まらなくなることもたびたびあったという。1953年の上稲郡稲町には稲、朝日座と稲電機館の2館があり、525席の稲朝日座は、小畜、東宝、新東宝の作品を、500席の稲電機館は大英、東英の作品を上映することで住み分けを図っていた。稲町以外の上稲郡には、辰野劇場、松島劇場、 アコー映画劇場の参観があり、下稲地域の飯田市には、銀星会館、時和劇場、中央劇場の参観があった。市政施行後の1957年には、建物の改修工事を行った。畳敷きだった2階席を栗材の板敷きとし、スクリーンにはシネマスコープを導入した。1 9五十年代後半には、国鉄稲市駅前に稲中央劇場が開館し、 日本の映画館数がピークとなった1960年の稲市には稲朝日座、稲電機館、稲中央劇場の3つの映画館があった。映画前世紀には400席が常に満席となり、立ち見などを合わせて約600人を収容、1日の観客数は3000人近くにも上った。稲朝日座は市民の娯楽の殿堂と呼ばれた。 全国映画館6960によると稲、朝日座の座席数は1180席であり、邦画も洋画も上映していた。稲市以外の稲谷の映画館としては、駒金市に3館が、飯田市に4館が、上稲郡には、立野町、中美野和町、高東町に1館ずつの、計3館が、下稲郡には、松川町、高木村、平岡町、 ネバ村に一巻ずつの計四巻があった。日本の映画館数は1961年から1993年まで減少を続けた。1968年には稲電機館が閉館したため、1968年には朝座の裏手に稲映画劇場が建設され、小畜、東映、東宝、日活など主要映画会社すべての映画を上映する。 画専門館としして開館した昭和30年代から昭和40年代には映画に、加えて実演の工行も手掛け、ザ・ジャガーズなどグループサウンズのライブが行われた。朝日座1は20世紀フォックスやコロンビア、映画配給作品を中心とした洋画専門館だったが、同じく洋画専門館で国鉄稲な駅前にあった稲中央劇場が1970年代。 前半に成人映画館に転校すると、朝日座一で全配給会社の作品を上映するようになった。このように1960年代後半から1970年代前半には、近隣の映画館が相次いで閉館したが、タワーリングインフェルノは映画館に客が戻ってくるきっかけとなった。1968年に開館した。 稲浅膝2978年に公開された生殖の日は、木曽駒ヶ岳での遭難事故を主題としている。稲日座だけで6万人の観客動員を得て、東京の映画館をしのいで稲日座が、日本最高の観客数を記録した。稲日座の上映作品では、ああ、野麦峠や、南極物語などもヒット作となった。 1980年代から2012年までは自主上映団体の稲シネマクラブが月1回の頻度で映画上映会を行っていた。2011年には19世紀に稲谷で活躍した廃人、井上清月の生涯を描いた、北海人稲の清月が制作された。公開前日の11月19日には、北村監督や主演の田中民による、 トークイベントが開催されている。2012年7月には、新田二郎の生誕100周年を記念して、34年ぶりに、生殖の日が公開され、公開初日の7月1日には150人もの観客が詰めかけた。横浜里子監督による映画、俳優、亀岡拓司は、諏訪市や稲市をロケ地としており、登場人物が映画館に行くシーンは稲朝日座で、 撮影が行われた。2016年2月27日の公開初日には、横浜監督による舞台挨拶が行われている。稲市は僕だけがいない街のロケ地となっており、2016年4月には、作中で用いた小道具などを展示するパネル展が行われた。長野県郷土市研究会の調査によると、2014年時点で日本に現存する。 木造映画館休館のうちの一つである。同会の機関誌、長野最新号では稲朝日座も取り上げられている。1982年には稲シネマクラブが設立された。稲朝日座の休館日である火曜日のうち月1回を上映会に設定し、フィルムの交渉や映写は稲朝日座に任せて上映会を行っている。稲朝日座の2階部分には、 イナシネマクラブの事務局用の部屋がある。初上映作品は、クロード・ルルーシュ監督によるフランス映画、愛と悲しみのボレロであり、イナ地方の映画館では見られない映画を朝日座で上映していた。クラブの会員は最大で250人に達した。運営委員は、会員から会費を徴収し、上映作品の選定や会の運営に携わっている。運営委員が、新聞や、 雑誌の映画表などから候補作を選定し、会員の投票によって、上映作品が決定される。当初の上映作品は、マイフェアレディア、生きるなどの名作が多かったが、近年では、会員の希望で新作が多い。1982年の設立直後の会員数は320人に、達したが、2007年時点では180人だった。 設立直後は31歳の森谷勝義会長が運営委員の最高齢であり、その他の運営委員は20歳代だったが、現在でも運営委員の顔ぶれに大きな変化はなく、運営委員の高齢化が進んでいた。稲シネマクラブは会員数の減少を理由に2012年12月に活動を休止した。稲シネマクラブは30年間で362回の 上映会を行い30周年記念上映作品はアーティスト最終上映作品は道白寺の人だった。ありがとうございます。